めちゃくちゃ国民とかその国家を超えてるからもう戦って両方の国が滅亡しようが何しようがもうそれでお金儲けできればいいっていうそういう人たちが世界にはいるんですよね。それも日本にもいるんです。だから日本は日本を守るために戦え、日本を守るんだ、なんとかって言う前に日本の中の敵を排除しなければ戦いなんかできないと私は思います。現在まで続いていた世の中はもう崩壊させる。これは